土佐電交通は2014年の発足以来、2018年度まで黒字経営を続けてきました。しかし2019年度、新型コロナの影響で発足以来初めての赤字に転落。感染が拡大した昨年度は過去最大の8億2400万円の赤字になったことが今日発表されました。会社としては、存続の危機にあるといった規模の赤字だと思っております。利用客が大幅に減少したことにより、路線バス事業は7億4900万円の赤字、路面電車事業は前年度のおよそ5倍にあたる3億800万円の赤字です。さらに収益の柱であった高速バスや貸切バス、航空関連事業なども軒並み赤字に。経常利益はおよそ15億円の赤字となりましたが、国や市町村などからの新型コロナ関連の助成金が6億円を超えたことで、8億円台の赤字にとどまりました。また今日の取締役会で役員人事が内定し、片岡社長が退任。新たに県庁出身で土佐電交通の樋口武彦監査役が就任する見通しで、今月25日に開かれる株主総会後の取締役会で正式決定する予定です。